主張してるんで。うおっさあということで、はい、すごい登場を見ましたね。登場すごかったですね。いやもうなんでしょう。ビッグボス新庄監督かと思いました。リリーフカーではないですよ。さあということで、さあヤンマーディーゼルファンの皆さんお待たせしました。はい。もうこんな素晴らしいの見たことないでしょ。ないですね。大体ね、BC800 とかさ、そういう車種のさ、型番があると思うんですが。はい。ちなみに僕はモロさんから名前聞いてます。あ、このマシンの話、はい、何だと思います？まあ稲だから1ヘンとか、あ、1ヘンとか稲、ああいいとこつきますね。田植えだから TUE、 あっ TUE600、 あっ TUE600、 近いですか？近い、はい、正解は田植え機です。いや、なんですか、本当に連勝ねえのかい。ないです。なんでモロダ言ってましたもん。田植え機ですね。田植え機なんですって。車はあるんですけど、まあ田植え機。車があるんですか、ほら。ダイハツタントとか。そう。これだからヤンマーの田植え機です。田植え機なんですか。はい。カタログにそう書いてある。いや本当かよ。諸説ありますか。はい。いいとこついてましたよ。さあということで素晴らしい登場のこの田植え機。なんか僕らはもう見たことない機能がたくさんついてるんですが。いろいろ質問してきます。確かに。はい。まずこれなんですか。そうですね、これは提灯暗光的な、そうですね、これチューナーで聞けたらテレビ見れないです。これで見れたり聞いたら嬉しいですけど、これまっすぐ植えるために指針になるような、そうですね、真ん中に、そっか、あるので、まあ運転してこう見れるのね。画家の人はこうやるようなもん。ああ、まあそうだと。なんかちょっと頭になってきた。一瞬ああ食いついたんですよ。俺がやっぱ考えたら違うなみたいな。相方ならではの、あ、いい例えだなと思いましたけど。ああ、確か言われてみればそうだわ。で、このお皿が、そうですね、さっき苗とかを、そうですね、苗とかを置いて、ストックしとくんです。そうですね。ここにあってもまだ植えれないので、ストックとして、はい。そうですね、これなかなか最近のいわゆる最新式ならではこの四角いの GPS がついて、すごっ、点と点を結んでまっすぐいわゆる自動走路、手を離して、じゃあこれいらなくないですか。まあ何ですかね、そのまっすぐの補助とかは、あ、そういうことね。はい、 GPS ついてんの今。そうですね、これじゃご年配の方すごい楽になる。あ、そうだね。そうですね、いろいろはいろんなできることが増えるというか。そっか、これはかゆいとこに手届くわ。まあ誰でも入れるというか、まっすぐきれいに、それなりに入れますよ。なるほど。正面はこうです。かなり側面。まだまだ。かなりあるよ。すごいね。やるとこれ何ですか？ダウジング的な。水脈を見つけるやつ。水脈見つけれたら危ないですよね。これはなんていうんですか。幅？そうですね。幅あれみたいな。はい。この幅分がかなり気に入って。まあでもまあ。似たようなもんで、ミニ四駆のバンパーみたいな感じ。ちょっと違います。そうですね。違います。これはそんな違いますよね。そうですね。幅です。はい。で、反対側にもついてますので。あ、猫のヒゲ的なことだ。この違いますよね。違います。いや、おかしいでしょおかしいでしょ。それがミニ四駆のシャーシだったら、これはパンパンパンおいさっき違うって言ったじゃねえかよ。世代が一緒だからな。今と引けてないよ。なかったか。ラゲンじゃないでしょ、ここ。幅で、これで、ああ、なるほど。あ、そっか。こう、使うべきって、こう、まっすぐ行って、また次の列行くんですけども、まあ、旋回して、行ったときに、こっちのコンパスみたいなことだ。植えたところに苗の植えたところにこれ合わせれば、まあ次の列行ってますよみたいな。あ、そういうことだ。ああ、ちゃんと意味あるんだね。とかあとはあぜって言ってその田んぼの縁ですね。縁の部分に合わせていけば大丈夫よっていうと、これ以上こっち来るとアタックが薄いし。なるほどなるほど。あ、そういうことね。タイヤがすごいですね。そうですね。タイヤは前は一つだけですけども、後ろはね、4つ。すごいすごい。はい。要はだから泥をかき分けて進むみたいな。そうですね。やっぱ4タイヤがあればあるほど進む力はやっぱり。さあ、続いて、夢のある道具。これ何すか？そうですね。肥料を、排出ホッパー。そうですね。田植えと同時に肥料が。巻いてるっていう。切り帳のやつ。そうですね。多分まあ昔とかはね、田植えした後とかにとかする前とかに巻いたとか、はい。船釣りで言ったらこませず。急に船釣り。こませるそうだかもしれないんだけど、なんなんその例え。あんま寝てないんだよ。いやまだまだあります。これとかなんですか。そうですね。これはじゃないですか。ドラえもんが出すやつですか。はい、大成功物ではないですか、これ。飛べません。飛べないのか。飛べません。飛べなかった。はい、さん助けてください。今相方に滑らされたんですよ。滑らされてないです。滑らしてないです。これ何ですか。このマーカーでこれが降りるんですね。そのままの状態じゃなくて、まあ降りる。そう、降りますね。降りたところが次のここに合わせるんですよ。真ん中の部分になるんですね。ああ、これを滑ってると同時に後をつけて。ああ、そういうことなんだ。カチャ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 って回って真ん中の線を次の列の真ん中の線をつける。ああ、なんかほら植えていく時もなんか十字みたいな線つけてますね。そうですね。まあ昔のやり方だと転がす道具があったりとか、まあ紐引っ張ってやる人とか。いろんなやり方もありますけど、まあこれは本当にマーカーをつける。これはすごいわ。後ろが左右が。そうですね。これが苗をあとこのそうですね。ガシャコンガシャコンとここに苗をはいこれが降りてはいでガシャガシャガシャって下が回ってまあ8列分ですね。8列分。はい。はあ。エラがさねで。こうやってやるじゃん。ここじゃないじゃん。こうじゃん。それ8列一気に。そうですね。すごいわ。ウルトラ級みたいなの乗ってるね。マシンのような救世主というか、なくてはならない。いや今喋ってますよ私。あの辺のじゃないです。はい。私今喋ってますよ。はいはい。ということでやっぱ素晴らしいね。田植えマシン。田植え機。はい。今後の進化も楽しみです。うまくまとめました。